皆さん、こんにちは。淡井圭介です。本日2024年、5月9日、19時48分。今日はですね、朝、今日は比較的、よく眠れた方で、睡眠薬を途中で服用したにせよ。で、外を見る限り、曇りだったんですね。で、掃除等によって、晴れの面積を広げていって、快晴にしたと。今日、スポーツ関係の、プロ野球が業界の方たちへのメッセージということで、今日の日付のものを、見てもらったら、南も北も、快晴の映像が見えてると思うんですけども、そこで、してたことは、掃除を利用して、晴れに持っていったと。そういうような状況なんですけども、今回の動画に関しては、能登半島、今週の、土曜日、日曜日に行こうかなと思っています。で、土曜日の朝に出発しようかなというところで、今のところその天気等に変わりがなければですよ。で、現地行って自分で、物事見てみようと。そういえばだいぶ前にも、テレビの放送で見たことあるなというような場面は何箇所か見受けられていたので、現地の人に、本当のところ何年に、地震、何年の何月に、地震が発生したんですかということで、聞きに行ってみたいなと。3000円ほどしますけども、地図買いました。石川県の。で、もしかしたら一泊するかもしれません。宿泊施設等が空いていればの話ですけども。ちょっと明日あたりに裁判所にまず簡易で、テレビ局の自問提案して作ってまた番組に関しての、そのお金が支払ってもらえるかどうかで、昨日、小井さんは報道ステーションで払いますっていうことを笑顔で言ってくれてたんですけども、基準を作るという意味でも、一応裁判所の裁判官の人のその判決によって支払ってもらうっていう形の方がいいんじゃないかなとは思っています。で、能登半島の、飛行機で行くにしても、小松まで、関西の伊丹空港からでしたら、5万円ぐらい、往復なのか、片道なのかは分かりませんけども、5万円かかるという金額を見てびっくりして、新快速である程度まで行って、そこからサンダーバードという特急列車に乗って石川県、だから一泊しなかったら現地へその能登半島まで行ってですから、石川県の金沢に着いてから能登半島までまだ結構距離ありますから、だいぶどうかなというところなんですけども、佳子さま一緒に行きますというような、お誘いの、今回は内容の動画です。土曜日の朝出発ですので、金曜日の夜には、合流しておかなければ、一緒に行くことはできないと。こういうことになるんですけども、ちょこちょこっと文章とか、裁判用の、内容の、どうしましょう。また、ホームページに開示しておいた方がいいのかな。そういうふうな形で動こうかなと。だから、狙って晴れにするっていうところで、晴れにできる掃除でもっていうのが、一つの方法であって。多種多様な内容を保持しているわけでありまして、今日の晴れに関して、晴れプラス、ある程度風が吹いてたんですよ。だから屋根の上に、風力発電、これぐらいの大きさのものなんですけども、そういったものを、
屋根の上に何個か乗せていれば、まあこれぐらいの大きさだったらなんとなくこう台風来た時、まあ大丈夫だろうなっていうのが分かるじゃないですか、しっかり作っているものであれば。まあ昔も同じようなこと言ってましたけど、まああとは結局入出力のコンセントを各家庭に最初からつけておくことですね。それによってそのまあ売電にするのか、電機メーカーの人たちが屋根の上にそういう、風力発電を、設置させてもらうのか、まあ何も動いてないっていうのが一番まずい状況なんですよね。まあ、今回は、今週の一応土曜日出発の予定で、今のところ天気とかその当日、気温を含めて、どうかなという部分がありますので、まあ、それ確認してからですね、週末の土日、晴れ、日曜日の、まあ、夕方ぐらいから石川県は、曇りになってるんですけども、多分僕が帰って来てくる頃にその石川県が曇ってくるんじゃないかなという読みなんですが、今までの河川の撮影とか実際空をこう撮影しながら、あれこれ言ってますけども、まあまあそれが現実的なところで、僕の理想としては夜に雨なんですよ。で昼間晴れなんですよ。夜に雨降ってくれたら水貯水ができて、飲み水とか困らないわけじゃないですか。で、まあ、あとは、風。まあ、それも、時期、等々。まあ、その日の状況。まあ、今日は気温が、だいぶ肌寒かったんですけども、晴れに持って行ってから、だいぶ持ち直したんじゃないですかね。その寒波が降りてきてるという話でしたけども、まあその辺のところも状況変わってくるんじゃないかなとは思いますけどね、寒波押し返すぐらいで。以上です。今回は私から、佳子さまへの能登半島巡り、どうかなという、お誘いの、メッセージです。以上です。